麻布十番農業祭り麻布十番農業祭りの様子麻布十番農業祭りとは麻布十番商店街振興組合が主催する農業祭りである。毎年8月中旬の3日間、東京都港区の麻布十番商店街を中心に開催していたが、2012年2013年ともに8月下旬の土日、2日間の開催となりお祭り自体も縮小されている。 この3日間は、完成な麻布十番商店街が、雑多騒然となる。東日本震災以降、自粛というのもありここ数年は、土日の2日間になり、敵屋など部外者の出店がなくなった。昔は近隣に、ジャニーズ事務所の合宿所があり、当時のジュニアは1日だけ、小さなコンサートを矢倉で開催していた。もともと、地元住民中心の祭りではあったが、 近隣の六本木全体のお祭りが縮小されつつある。中、各国大使館による国際バザールが人気を呼び、近隣の祭りとは逆に数年で一気に人の集まるお祭りになった。さらに、セーラームーンの舞台になったことや、商店街店舗をマスコミ、芸能人が取り上げることもあり注目度が上がり、また2000年には大江戸線、南北線の開通や、 六本木ヒルズオープンの煽りを受け、翌年の開催からは、遠方からの来訪者も増え、もはや下町の農業祭りとは、ほど遠い混雑ぶりとなった。このような状態により地元民離れが進んでいる。また、毎年体制のボランティアがゴミ分別、収集などを行っている。麻布十番商店街のある十番大通りには、数多くの出店が立ち並び、六本木方面では、 恒例の骨董市、さらに六本木方面には2005年度より、オラ学に自慢と称し、全国の自慢の名産品を名役地にすることができる一角ができた。以前はサンバパレードが行われていたが、現在は六大学によるブラスバンド更新が行われている。一の橋公園では、国際バザールと称し各国大使館協力のもと、数多くの出展が並ぶ。 ただし2010年は会場である公園の工事により開催されなかった。2010年2月中旬から2016年3月31日までは東京都の古川地下調節地工事のため公園の利用ができず今後国際バザールが開催されるかは不明。パテョ10番では岐阜県日田市から自然の雪が運送され毎年様々な形で農業を演出される。それ以後、 日田市のブースは、オラ学に自慢に統合され、2005年度よりパティオは、様々なショーやパフォーマンスをする舞台となった。アジロ公園では、名物のお化け屋敷、盆踊りが行われる。十番稲荷神社では十番林が毎年、行われている。ありがとうございます。